ああ、毎度おいでやす。どうも北川景子です。前回もね、プレミア配信の時にたくさんおひねりいただいたの。もうどうしてこんなチャイって魅力的なのかしら。それではおひねり分チャイのセクシー行ってみましょう。まずはルルルルルーさん、シノエセデュースさん、カノポポさん、今回は特別に背中をおさわり。はい、おしまい。はい、次はこの方、もうしつこいの。ムーンサーティーン307さん、そんなしつこいあなたには尻尾をおさわり。あー、握りすぎですよ。ファイ、次は猫好きさん、特別にもう顎の下を。はい、おひねりはお気持ちで。おひねりが入ったら皆の衆で誰々さんナイスパーと言っていただくようお願い申し上げ立てまつります。プレゼンツ by もしぬこのサロン。よいしょだよ。ん？お尻の穴が丸見えだよね。煮干しさんは喋らない、ぶっ飛ばすよね。え、まずいです、雪崩に巻き込まれます。おお、これはすごいです。 1,2,3 ぐらいのペースでやるよ、ね、よし頑張れデブ猫。助けて、足と手を定常されちゃったな、最初に謝っておくよ。自分の続きが始まった。キャバーイ、シルバリ、シルバリ、シルバリ。戦ってなかったからうずうずしてたの。さあ、キャバーイ。やめろよこのシャーユーザー。カンちゃんがあのキャンプになりま、ちょっと笑っちゃうよね。おすすん、おすすん、ないない、チャイの大事なお洋服どこに行っちゃったんだよね。カリの爆破、あお爆破した、あお爆破した、うーん、セクシーパワー、メイクアップ。ファイファイファイ、私はチャイ、美人すぎる登山家として最近巷でかなり有名なの。この間だって不可能と言われていた南布団アルプスと無印ラック富士山をいっぺんにワンツーフィニッシュしたよね。次はどこを目指そうか。 K2 も良き、エベレストも良き。 K2 とエベレストのワンツーフィニッシュも良きかな。K2 とエベレストのワンツーフィニッシュにしよう。情熱がうるさいよ。ネコネコのピストル。カリンちゃんはネコネコのみの能力者なんだよね。そうだよ。ネコネコのガトリング。ネコネコのガトリング。チャイちゃんもネコネコのみの能力者か。ソフトガトリング。なかなかネコネコの隙がないよね。そっちもなかなかネコネコしてるじゃないかよ。ネコネコの爪引っ掛け。やめなさい。ネコネコのネイルが取れちゃうよね。ごめん。ネコネコの謝罪。続く。ネコネコの実を食べてく。爆発オーケー。モフモフ。ほよふふで。世界を守る。ジマペルチパタン。ナゲツボン、ハンズボン、モンペク、おお、ちょっとちょっとやめておくれよ。お布団もっこりしてるんだから、だいたい狩りいるってわかるでしょ。もう熟睡してたのに。ジマペルチパタン、モンペクは、中達中は20、アザプチューバン、アザプチュ、おいおいおい、今度は何なんだよ。ちょっと、何持ってきたの。これは、もしかすると、おテントなのかい？みなさーん、キャンプできますよ。おキャンプシリーズ次回は、どうも、チャイです。次回のおキャンプシリーズは、なんて言うんでしょうかね。かりんちゃんがキャンプになりま、ちょっと笑っちゃうよね。ファイファイファイ。
おー、次は狩りだ。ちょっと順番変わってくれない？いやいや、すぐだと思いますよ。でもたくさん待った方が美味しいんじゃない？それならどうぞお待ちください。ノリ悪っ。今日は味は基本でこってり度はなしにしようかな。え、超こってりが好きなんじゃないんですか？え、超こってりなんかにしたら太っちゃうよね。メロンメロン、油で太ってるんじゃないのか。うん、お腹すいた。あ、やってきた。よいしょだよ。わあ、メロン。やっぱり超こってりにしようかな。ああ、セット完了。ああ、たまにはいいよね。お床とさ、お壁のさ、ダブル密着がいいぜよ。あ、順番はまだですよ。足元からメロンメロン見てきて気持ち悪いな。背筋が伸びて気持ちいいよ。もしかすると富士の病かもしれないんだよ。クラクラしてきた。皆さん助けてください。もしません、寝てる時にお腹にダイブなんて。ほっくり。あれから数時間スタッフさんの拷問は続いた。お、この状況はどう？お、これは美容にも良さそうなサプリメント。お、香りを嗅がせて。お、スンスン。メロメロメロ。チュールカリチュール。チュールチュールチャイチュール。チュールチュールチャイチュールチュールカリチュール。いつものご飯もいいけど今日は半分ずつで待ってたよ。おパンツ履いてて待ってたよ。お空を飛びながら待ってたよ。玄関先まで迎えに行かないだけどチュールチュールチャイチュールチュールチュールカリチュールチュールチュールチャイチュールチュールカリチュール。ない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 よ。なにこれ。あら、また頭当たり。あ、変わった人もいるもんだ。おーらい、おーらい、おーらい。はい、下ろして。おろして、じらされてるようです、せめてもの左足だけ着地、あと少しなのに。おろして、おろして、新しいの使いたいの。ダンボールの目が美しい。気持ちいい。気持ちいい。はい、お客様、ハイタッチでございますね。本日のハイタッチはこちらになります。はい、ご利用ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。お客さんもう来たんですか。こちらになります。はい、はい、ありがとうございます。はい、
はいはいはい、ありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。お客さん、腕持ってきますよ。他のお客様もいますから営業妨害になります。ちょっとしつこいですよ。お客さん、警察呼びますよ。その前にお引き取り願います。おお、来た来た来た。バスマット使わせませんよ。うん、チャイに嫌がらせしたよね。おろして新しいの使いたいの。もしどうしても使いたいというなら、わかるよね。さあ、お行きなさい。ヨガインストラクターを育ててるセクシーティーチャーです。それでは行きましょう。まずは木のセクシーポーズ。木はね、あんなに背が高いのにまっすぐ立つことができるの。それができるのは足元がしっかりとしてるからだよね。だからこのポーズは特に足に効くと言われているの。お客改善とか、チャイみたいに美脚になれるよね。そして次は、お、どうしちゃったのかな。しっかりとガニ股にして、お、お、それは何のポーズかな。お胸の前でガチョ、あら、泳いじゃった。合掌してキープして X、 いや違うよね。スタッフさん真面目にね。あら、お胸の前で合掌してキープ、これは鼻輪のセクシーポーズ。股関節の柔軟性はもちろん、骨盤周りや背筋の筋肉を鍛えられると言われてるよね。それでは最後に英雄のセクシーポーズ、チャイハグ抱え。はい、オッケー。あー、揉みたい。でもダメなの、横でスタッフさんが寝てるから。チャイ、静かにしてないといけないの。でも、ソフトにならやばい、起きた。キモピーズキパタン、ナゲツボン、ハンズボン。あー、カリンちゃん。最高。よし、今日はカリがタイちゃんを脅かすよ。いつもやられてばっかりだからね。やだ、ドアの向こう側でチャイを脅かすっていう言葉がダダ漏れ。どうなの、スタッフさん、カニちゃんいるの。マジか。よし、そうするか。来たか。メロンメロンメロン。おー、わかるぞ、来るぞ。よし、脅かすぞ。なんでカニちゃん声出しちゃうの。この状況でチャイリアクション取れる自信ないよね。まだかもしれない。よし、カニちゃんが飛び込んできたら、わー、びっくりって言おう。よし、行こう。タイミング見失った。やっば、気まずい。おすんすん。いや、どうも、チャイちゃん。あ、どうも、カニちゃん。もう犯人が一覧に入ってからもう2時間以上経つよね。多分替え玉10杯ぐらい食べてるんだと思うよ。お、犯人出てきた。カリン警部、他人のふり、他人のイカ耳。カリン警部すごい。他人のイカ耳マシマシ。あ、誰、そのイカ耳は誰。カリだよ。おお、気づかなかった。セクシーデカ、我々に気づかずに行ったよ。あれ、また一覧並んでない。まあ、ほんとだ。セクシー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 デカ、セクシーポリポリ、セクシーなセクシー。この人雑なの。
ああ、もうちょっとやめて、もう痒くなる。メロメロメロ。ダブさん、雑なる狩りいらないよ。メロメロ。メロ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 。ちゃいちゃん。頭なんかついてるよ。カニちゃん、メロン。この指の間なんか匂うよね。匂わないよ。サバの水煮缶。聞く。あー、ずるい。カニちゃんばっかり。はい。はい、約半分ぐらい見てもらいました。あー、ほんといろいろあるね。ほんと久しぶりに見てさ、こんなこともやったなって思ったよ。もうチャイほとんど忘れてた。そうだよね、毎日のことだからさ忘れちゃうよ。でもね、カリンちゃんだけサバの水煮缶を食べたことだけは覚えてるよね。それは忘れておくれよ。そうそう、チャイちゃん、あのおてんとシリーズの次回ってのはないの？あれはね、カリンちゃん、次回予告というネタなんだよね。そういうことだったんだ、もう全く紛らわしいぜ。みんなもさ、次回っていう時は次回を期待しない方がいいよ。はい、ということで続きに行ってまいりましょう。はい、それでは行ってまいりましょう。後半どうぞどうぞどうぞ。猫猫のにらみ。猫猫のにらみ。猫猫のまばたき。猫猫のよそ見。付き合い。ごさん、ごさんだよ。チャイの一本勝ち。さ、デブデブの実の技を使ってきたよ。カリンちゃん今なんて言ったんだよね。やっべ。続く。猫猫の実を食べてく。爆発 OK。モフモフ。泳ぐで世界を守る。ファイ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 あの日現れたチャイとケンタロウの赤い糸、あれ以来全然出てこない。それでもチャイはこうやって毎日せっせとセクシーに磨きをかけているの。いつケンタロウがチャイを迎えに来てもいいように。もしも運命のケンタロウがいるなら、運命の出会いがあるなら、ケンタロウは一体。ケンタロウ、まさか本当にケンタロウがチャイを。猫は気持ちいいの知っている。人様がしまい忘れた今さ、パコってるんだからほっといてくれよ。さてはこれ来るね。あ、来た。君は無理やりだね。はい、本日の香箱の室内温度は 37.7 度だよ。うー、猫に気づかれないように隠れて覗く。猫
に気づかれないようにまた隠れて覗く、うん、気づいてる、うん、気づいてる、うん、猫の視野は200度、わお、気づいてる、うん、気づいてる、うん、猫の視野は200度、わお、視線に敏感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 、だからカニちゃん次はね、彫金掛けをするイメージで手を伸ばすの。え、どういうことですか？やはり雑巾掛けしたことないからイメージが湧かないです。仕方ない、チャイが見本を見せましょう。旦那先生動く気になったよ。でもちょっと待ってね、レオタードに着替えるから。先生こっからが投げんだよな。よし、去年買ってまだ着てないあのレオタードにしよう。いつものでいいですよ。あれ、どこにしまったかしら。先生いつものでいいですよ。いや、このタイミングで着たい。思いついた日が吉日。はあ、あれ、あのレッグウォーマー付きのレオタードどこに行っちゃったのかしら。やべ、断捨離しちゃったかも。は、もう最近の番組っていうのはお布団の中までキャメラ入ってプライバシーも、あとちょっと待ちなさい。お尻触られる。ちょっと何の番組、まあ、右車着てない全身。お客さん、もう閉店ですよ。お客さん、このお客さん酒癖悪いんだよな。高級ワイン取ろうと思ったらカリンちゃんの店倒れちゃった。おい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 、嘘だろ。おい、これ白と黒と茶色のデブ、デブ野郎、おら起きろこのデブ野郎。ほらデブ、よくもやってくれたらデブ猫。雨には借り敏感なんだよ。今揺れてない、安定してないところでバコってたからかな。よし、この方が眺望もいい。よし、ここでパコリを決めよう。ああ、いいよね。どんなところでもパコリを決めることができます。どうもパコリストのカリンです。どうも、北川景子です。チャイはね、寝るのが大好き。ただ寝てるわけじゃないの。美容とメンタルケアのためなの。必要な睡眠をとることで苛立ったことなんて一度もないよね。だから猫が怒るというシャーなんて言葉は一度も言ったことはない。やめてほしい。やめなさい、ちょっと。シャー！くる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 うんとんぴー。くる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 うんとんぴー。くる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 うんとんぴー。俺
これは何かな？たい焼き、おまたたび入り、歯磨きおもちゃ。こんなことにならないよね。さあ、見せてごらんなさい。まずはおすんすんから。うん、おすんすん。ちゃんちゃん何やってるの？カニちゃん、これはね、安全なものかどうか確認してるの。ああ、カリにも見せて。安全かどうかわからないから確認してからね。いや、安全だよ。あ、これはダメだ、カリンちゃん。ジャイちゃん、さらに詳しく検品いたします。カリにも貸してよ。あ、これはダメだ。助けてー、カリンちゃん、スタッフさん助けてー。足と手を手錠されちゃったの。正確に言うと手足錠だけど。助けてー。これは危険すぎて他の人には渡せない。メロン、メロン、メロン。ああ、向かってきた。確かにこれは、チャイちゃんが言ってたように、危険かもしれない。よし、おお、睨みを聞かせてきたよ。怖い。でも彼も男だ。ねえねえ、うん。争い事はよそうよ。仲良くやろうではないか。痛い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 。ああ、どこ行った？あんあん、あんあん、あんあん、ほら。仲良くやろうではないか。わお、毒切り生えてきた。あれ、毒切りじゃない。今日はこのぐらいにしておいてやるよ。スタッフさん、一体何をする気だい？おお、おう、ちょっと、うう、危ない。ちょっと使い方違うでしょ。おう、カリの吹き戻しなのに。カリちゃん、もう一回言うね。お願いします。もうちゃんと聞いててよ。はい、犯人が、はい、ラーメンの替え玉を頼んだ時にチャルメラの音が鳴るから、はい、そこでカリン警部が替え玉お待ちしましたと言って、はい、犯人がラーメンの器を取る時に、なんだ、猫か。ああ、絶対見つかったと思ったよ。セクシーセクシーセクシーデカセクシーポリポリセクシーなセリフ。よーしゃ、ターゲット確認いきます。はい、ママかな。はい、ママかな。わーお、あん、うんくん、わかる？わかんない？わかるでしょ？ちゃんと聞いてわかるから。いや、ポーズもヒントだよ。あーん、どうしてわかんないのかな。カリ、ヒントいっぱい出してるよ。どうしてわかんないのかな。何のひねりもないのにな。もう一回いきます。わーお、あーん、んくーん、アザラシの赤ちゃんだよ。スタッフさん、それは一体なんだい。彼に見せておくれよ、おすんすん。この香りはダイナマイトだ。スタッフさん、そのダイナマイトを一体どうする気だい。
おお、それはやめておくれよ。抵抗したいけど抵抗すると爆破してしまう。スタッフさん、やめておくれよ。スタッフさん、カリが一体何をしたと言うんだよ。おお、ダイナマイトがカリのバコリ、爆破した、爆破した、あ、死ぬ、カリ死んだ、おお、助けておくれ。ジュマペ、ジュバタ、モンベトクワ、ナゲツボン、ハンツボン、ボジョリヌーボー、ナカット、グッドしてくれたらチャイたちの励みになります。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよ。わー、そしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよ。あんたたにおすすめの動画はこちら、ニュー動画はこちら。今日もさ、みんなでたくさん動画見たね。うんうん、みんなで一緒に見るっていうのがやっぱり楽しいよね。でもさ、チャイちゃん、うん、この時カリたちってさ、うん、寝てるよね。まあ、チャイたち猫だからね、カリたち猫だからね。